はい、えー、続いてですね目隠しパネルの付け方なんですけどもこちらですねマグネットでくっつけていきたいと思いますでねマグネット今回私使ったやつはこちらにね両面テープ最初から付いてたのでそれをつけたいと思いますけどももしね、えー、両面テープない場合は最初にね両面テープをここに貼っといてこうくっつける形にしてください で今回はですね1234箇所つ、えー、けましたけども、えー、もしね材料が少ない場合とか、えー、下はねめんどくさければつけなくてもね問題ないので、えー、と最悪ねあの上のね真ん中のこの1箇所だけでも構いませんけどもまあねあのしっかりくっつけるためには4箇所ぐらいあるといいかなということでまずはですねここの箱に,箱に直接ですね、えー、マグネットくっつけてください はいってなわけでね、えー、とマグネット4箇所つけたらこちらですね1なんですけどもだいたいねこちらの,あの切ったこの面ですねここの面のとこに対してぴったりね合わせる形ぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思いますでですねそうしたらこの状態でマグネットをですねもう,もう片方貼り付けた状態にしますこういう感じですねよいしょでそうしたら、えー、とこちらのね剥離紙を 剥がしていきますもしねあのこちら、えー、両面テープね最初からついてないものはここにねもう1回両面テープを貼ってピッと剥離紙を剥がしてくださいそしたらですねこちらも一発勝負なんでずれないようにね気をつけてもらいながらこの上からねかぶせます端っこをね合わせる形にするといいと思いますよいしょこういう感じかなもうちょうい上か、えー、勝負ペンペン ペン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 ペ こちらくるっと回していただいてここのねベロの部分というかこちらね、えー、商品というか、えー、中のね入れるものを出しでする口になるわけなんですけどもこちらはですね、えー、上下5センチずつぐらい残してカッターで切ってしまいます はいえー、てなわけでね上下5センチずつぐらい残して切るとこういう感じになりますでねこちらまだ、えー、パタパタするんでここをねガムテープでしっかりね4つ角止めてあげてくださいえー、そしたらですね先ほどこちらのねあの前の目隠しパネルつけるためのマグネットつけた時の要領でですねここの、えー、空き口のとこですねここの部分によいしょこういう感じでですねマグネットを1234箇所つけてください はい、えー、というわけでね基本的にはこの辺にマグネットをつけてペッタンペッタンってするんですけども実は意外とこれパワーありますね開くパワーね、えー、そういう場合は、えー、もしねこれでペタペタとくっつければいいんですけども私の場合のようにですね結構段ボールが硬くてですねこう開いてしまう場合はえっ、ー、とですねまず右でも左でもいいんですけどもこちらにガムテープをペーっと。 えー、全体的に貼りますで、そしたら反対側にこういうね帯状のガムテープを貼り付けてで、えー、とここの部分ですねここの部分にちょっと折り返しをつけますで、そうするとこういう形でね蓋ができますで物を入れる時はここをペッと剥がしてやればピローンと開くと。 いうようよな扉がつけられるのでもしねえー、っとうまく閉まらないという場合はこういうね工夫も必要かと思いますはい、えー、そしたらですねほぼ完成なんですけどもせっかくなんでねこちらの、えー、化粧パネルというか目隠しパネルですねこちらの方になんかね好きなイラストなんかを描いていきましょうはいこういう感じでですね目隠しパネルをデザインしましたら完成でございます はいえー、遊び方は、ねまあ、説明するまでもないと思うんですけどもまずは、ね、くじ引きゲームですねこういう感じで、まあ、見えない状態で何が出るかな、はい、緑が出ましたって遊びのほか同じくじ引きゲームでもせっかく、ね、前にプランを貼ったのでこういう感じで,です、ね、わざと見える状態にして,こうやって、ね、例えば今だったらピンポン玉で1個だけ、ね、違う色をつか、えー、んだら勝ちみたいなゲームの時にこうやって、ね、どれどれってった時に。 えと他のね周りの人は「あそれそれそれ引いていいよ」とか「それ引いちゃダメ」みたいな感じでね引っ掛け合いをしたら面白いんじゃないかなと思います神よああ、当たり。 はい、えー、それからねよくテレビ番組とかでねあるような箱の中身当てゲームですねでそれも例えばねこうやってわざと目隠しした状態でみんなでね交互に手を入れて何かって当てるゲームもいいんですけども、えー、よくねテレビとかであるようなはい今回のお題はこちらじゃーんわーみたいなね遊び方ができますできればねカニとかなんかそういうのがよかったんですけどこんなのしかなかったっす で手をね入れる人はちょっとね中から上からねしっかり見,え見ちゃうとちょっと見えてしまうのでなるべくね箱の方を見ないようにしてこうやってね手を入れて周りの人はねもうちょいもうちょい手前もうちょい手前あこれ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 紙コップいやそあそっちじゃないよいしょどこどこないよあこれかんな,なんだこれ硬いあわかったコマ コマコマあ違うみたいな感じで遊びますはい、えー、ということで、ね、今回はこのねドキドキボックス作ったわけなんですけどもいかがだったでしょうか、えー、とこれはですね、まあ、席替えのねくじを入れてみたりもしてもいいでしょうし、えー、文化祭とか子ども会とかね、えー、お楽しみ会なんかでね、えー、ただお菓子配るんじゃなくてこの中にね入れて引いたらね面白いんじゃないかなと思いますそれでは次回も お楽しみに、えーどういうことね、カッターでぐるっと一周切れ目を入れましたら「パワーウェイ」あいって <laughs> よい子は真似しないでね。